の種目チャチャチャに参りましょう。 The next dance is チャチャチャ。4番の石原組、先ほどのサンバに比べて軽やかに踊っているような気もしますけれど、やはりサンバの種目でね、4点取ってますからね、もう気分的にはノリに乗ってるんじゃないですか。しかもこのチャチャチャっていうのは彼の最も得意な踊りですし、こういうコミカルな踊りはとても得意ですね。5番の奥村の選手もそうですけれども、もうこの選手はもうこのチャチャチャ好きな種目です。もうちょっと動きが欲しいと思いますけれどもね、フランスのチャンピオン107番オフレアですね。この組もうちょっとチャチャチャのアクセントが欲しいですね。アクションがもっとあったら。83番田中組ですね。このカップルはちょっとリーダーが重いような感じがしますが、もっと軽い感じで踊ってほしいですね。59番の坂根選手ですか。さすがベテランですね。ストロングで力強い安定した踊りを見せてくれてますね。もう安心して見てられますね、この選手の踊りは。チャチャチャの踊りのポイントといいますとね、どういうあたりですか。やはりチャチャチャという音楽特徴のリズムですね。これをいかに踊りによって表現していくかということですね。でやはりこの音楽を聴いてお分かりのように、やっぱり楽しい踊りですから、やっぱり歯を食いしばって踊るようなダンスではやっぱりちょっと、なるほどね、表情とか雰囲気もまあ大切な要素になっているというもうこれはもう大事な一番の要点ですね。審査員の皆様、よろしいですか。